伊決の戦いは、旗の将軍白期が、義、藩、州の三国連合軍を破った戦い。連合軍の総大将の高尊期は、捕虜となった。新軍は二十四万人の死給をあげ、五つの城を、取った。伊決の戦いの新軍総大将、白期期限百九十六年、正の発案した、正、藩、義、朝、宋、中山国の合従軍が新に進行した。 旗は窮地を脱するために官に、武水、銀に川貝と風領の地を割上した。紀元前295年、朝の無礼をが合死した。同年、旗の少女王は、朝出身の上昇の老官を面官させ、義を上昇とした。祖と友好関係を築き、祖から族五万国を援助された。紀元前294年、蔡は諸公に対する外交策略を変更した。 聖の王は、宿ルの提言を聞き入れ、旗を支持しない、猛将軍を廃し、旗の後大部の旅礼をそうとした。外交調整の後、旗と蔡は友好関係になった。聖は、僧の攻略に、旗は、合将軍による領土の割情の屈辱を晴らす、ため半途にの戦争に専念し、領土を拡張した。同年、アキラ女王は、 向井久志を総大将として官に出兵し、竹始めを取り、佐所長の白旗は、新城郎を取った。紀元前293年、旗の推薦により白旗は、左皿となった。同年、藩と旗は度重なる清の進行に、危機感を募らせ、同盟を組んだ。東州を同盟に引き込んで、義将の高村旗が大将となって、一決で清軍と対峙した。戦闘の中、 清軍の兵力は反、義軍の半分以下であった。連合軍は、反軍が最も弱く、義軍が主攻を担うことを希望した。しかし、義軍は、反軍の精鋭部隊に頼り、反軍が先陣を切ることを希望した。清軍の首相の白気は、反と義の連合軍の共同力の弱く、互いが先陣を切る気がなく、押し合っている弱点を利用した。 しかし、義軍に対して兵力を集中させ、猛攻を仕掛けた。義軍は、先輩し、その後官軍も先輩し、敗走した。新軍は追撃し、大勝した。遺決の戦いで、新軍は敵兵24万を斬首して、遺決と5つの土壌を得、総大将の高尊旗は、捕虜となった。白旗はこの功により国上となった。同年、白旗は、反、 義の一決の戦いの惨敗を利用して、兵を率いて、甲がを溶かして、安優より東側の唐川などの広い領土を占領した。一決の戦いの対象により、旗は、藩と義の両国を侵攻し続けた。紀元前292年、白騎は、大羅作りとなり、軍を率いて、義を攻め義城や下級など大小62条を取った。紀元前291年、 白騎は藩を攻め当てや歯を取った。紀元前290年、左皿の柴作が義のと藩の塔を取り、白騎と共に柿優を再び攻め落とした。真により次々と領土を奪われ、義と藩は和平を余儀なくされた。義は加藤軍の400里、藩は武水の地の200里を割上した。紀元前289年、旗は再び義を攻めた。作は川。 呂など、河内軍の大将六十一条を取った。白騎は、補藩と河氏を取った。真の構成に直面し、義は、慶文王と庁の小国の李直氏に賄賂を送り、旗の信仰に対する朝の援助を求めた。遺決の戦いの後、旗は、清州国に攻撃する機会を得た。清州の講師秀裁が、李直氏に派遣した死者が、今、旗が騎を破って、 州を攻めようとしています。これこそ長にとっては勢力拡大の機会です。まず、長は旗が攻めようとしている青州を守るのが何よりです。ここにおいては、双方とも義を攻めないことにしましょう。すると、旗は州を攻めても土地は手に入らず、しばらく経つと疲弊して撤退するでしょう。旗はまだ義とは講和を結んでおりません。そこで、 旗は衆から軍を引けば、また、義を攻めて、両国とも疲弊します。もしも、旗と義が講話を結ぶならば、朝は、その仲介役を果たし、両国間における、朝の勢力は重くなりましょう。どちらになっても、朝の勢力は、より大きくなるはずです、と説いた。聖州君は、衆足を使者として、真に派遣し、自身は、儀の将応に援助を求めた。しかし、 将王は、上等軍の危機を理由に援助を拒んだ。青州君在海国途中時、鍵国的領有、十分よしなる。大臣、部会指で義国的、恩有不比、領有差、並向き聖州君自戦説二出し、能徳、至る義国的援助、官能徳、至る恩有。部会有説義将王指で義国有寄付援助、青州、な青州小投げ、後進国。 ジョコの両国語を変囲い難用、小節団館、技両国通り、王城東軍的王道。ジョギオ東王派3万人宝女青衆中衆返京。波昇を優位毎年120金的価格訴求。青衆君、那聖州便増え投げ、後進国。ジョコの帰化保障上東軍的安全。成果通過咀嚼音優多獲得40金的訴金。偽証を抑え収め部会的権利。 波暴混んで、恩誘、また、答えを破兵法助清衆中主返境。清衆国は外交活動により、旗は清衆国の攻略に失敗した。旗は遺決の戦いの後、遺決に駐留した。昭王は高村博士を使者として和兵した。友人権義昭王家宝、当しばしばため館内行譲るとしばしばで使い彫刻活動少領土地は色。 彫刻的法要勲、利直し、譲り直し受注調停備きき申告内部総集、ジョコの義国なりか小割土地。青州大臣、部会なり関節公孫広志扶養たわり自給申告、臨助両国議は成功、議国をさ得いたる申告的支持助両国議、は失敗集会重心改選、たわり地続号無意義の挙。紀元前290年。 漢の西陽君と東州君が真に来朝し、和を求めた。しかし、旗は漢に侵攻していたため西陽君は漢に帰国できず、正に亡命した。ありがとうございます。